よう、チョウ。あ、どうも、キリュウさん。やってんな。そういや、お前とサシで飲んだことはなかったな。隣いいか。もちろんどうぞ。キリュウさんとサシ飲みなんて緊張しちゃうね。もう出来上がってるみてえだな。ハンピン・リューマンの総帥を降りて随分経ったんだよな。そ、だから俺はもうすっかり仇のつもりなんだけどね。まあ周りはそうは思っちゃくれないだろうな。キリュウさんこそ足洗ってもう15年以上でしょ。それでもキリュウさんは登場界4代目だし、堂島の竜だ。ああ、過去からは逃れられない。お互い苦労してんな。俺の知名度なんて偉人帳限定だからまだ気が楽。立場を捨てたことには後悔してないのか。父親から継いだものだったんだろう。うん、当時のハンピン・リューマンはね、青木亮と近江連合に内側から切り崩しにあってさ、古い幹部も含めて大勢裏切り者が出た。組織は土台から生まれ変わる必要に迫られてたんだよ。その責任を誰が取るかって言ったら、そりゃトップの人間でしょ。それに同じタイミングでコミジルも追い詰められて、偉人町のグレーゾーン自体が存亡の危機にあった。その難しい舵取り役は孫悲が適任だ。だから自分の判断に後悔は一つもないよ。そうか。ああ、孫悲がハンピン・リューマンとコミジルを束ねたおかげで多くの連中が救われた。彼女の苦労は並大抵じゃなかったはずだ。今でも感謝しきれないよ。俺の方は後悔だらけだ。羨ましいよ。俺だって後悔してることは他に山ほどあるよ。おう、例えば？そうだね、打ち明けるにはまだ用意が足りないかな。なるほど、確かに。まだグラス一杯も開けてなかった。キリュウさんは自分が死んだことになってるんだよね。だから知り合いにも家族にも近づけない。ああ、俺とこうして話してるのは問題ないの？大道寺一派にとってこの状況は都合がいいってことなんだろう。だから黙認されている。そっか。じゃあいずれ俺の店に来てもらうのもありなのかな。お前の店？俺これでも中華料理屋のオーナーなんだ。古いし狭い店だけどね、たまに自分でも鍋振っててさ。いや、たまにじゃないな、ほぼ毎日だな。元総帥が今は中華の料理人ってわけか。もともと料理は好きでさ、組織にいた頃からたまに厨房に立ってたし、組織のメンバーにも好評だったんだよ。ボスの作った飯をまずいとは言いづらいんじゃないか。そういうこと言っちゃう？これはいよいよ店にご招待しないといけないね。やめとくよ。もしまずかったら感想に困るんでな。キリュウさん、そういう時はっきりまずいって言いそうだけどね。確かにな。気が向いたらぜひ来てよ。損はさせないからさ。大した自信だな。楽しみにしとく。もう一杯どうだ？
俺はいいんだけど、キリュウさんは控えめにね。俺の腕を披露するまでは元気でいてもらわないと。勝手なやつだ。マスター。ほんと、病気の身とは思えないね。マスター、俺ももう一杯。そう来なくっちゃな。よ、どうかしたのか。ん、ああ、桐生さん、ちょっと気になることがあってさ。気になること？よかったらちょっと聞いてもらえる？聞いて楽しい話が保証できないけど。興味津々だよ。さっき見てたの、とあるグルメ系のブログでね、偉人町中の飲み屋の感想や評価なんかが書かれてるわけ。その中に俺んとこの店も記事になっててさ。だいぶこき下ろされたみたいだな。まあそういうことは。何食ってもまずい、店員の態度が悪い、臭い、汚いなどなど散々な言われようなわけ。それも単発の記事じゃなくて連日書き続けてる。言いがかりってことなんだろ。当たり前でしょ、味にはプライド持ってんの。店は古いけどきっちり清潔にしてるし。あー、思い出したらまた腹立ってきて。そいつは災難だったな。でしょ。それでそのブロガーをどうしたもんかって話なんだけど、ほっとくか何か手を打つか。さすがに桐生さんに相談することじゃなかったね。本当にそのブログの内容は間違ってんのか？じゃあ俺の料理がそんなにまずかったってこと？いや落ち着け。味の好みなんて人それぞれだ。それはお前も分かってんだろ。そいつの好みに合わなかったってこともあるんじゃねえか？まあそりゃそうなんだけどさ。まあどういうやつの感想なのかせめて分かりゃいいんだがな。自分だけ安全なところから好きかっていうのはフェアじゃねえ。そうだね。どういうやつが書いてるのか興味深くはあるよ。いくら好みは人それぞれとはいえさ、あまりにも納得いかないから。そのブログ商売に影響は出てるのか？いや、売り上げは目に見える範囲では変わってないかな。うちは常連が結構多いからさ。ブログ見て店を選ぶのって一元さんでしょ。だからかな。そうか。ならあとはお前の気持ちだけだな。実はさ、キリュウさん、俺そのブロガーに心当たりあるんだよ。そうなのか？ブログが書かれた前の日に初めて見る客が来てさ、その客と揉め事があったんだ。何があったんだ？うちの店、まあオーナーが俺なのもあって事情持ちの客も結構いてさ、店内は撮影禁止にしてるの。デカデカと張り紙も貼って。でもその客が自撮りを始めちゃってさ。ならお前は注意しないわけにはいかないだろうな。そう、だから店内で撮影は遠慮してくれって声をかけたんだよ。その客しかいなければ別によかったんだけど、その時結構混んでたから。けどそれで相手が怒り始めてさ、客に向かってその口の聞き方は何だって。その後もヒートアップしちゃってね、最後には店の割り箸を丼にぶちまけた挙句、二度と来るかって捨て台詞残して出てったよ。そんなことがあった翌日にこき下ろしのブログでしょ。まあ十中八九そいつの仕業かなって。コミジュルに確かめてもらうか。
そういうのを調べるのは得意だろう。一応裏社会からは身を引いてるんだよ俺。ましてこんな私ごとに組織の力使おうってのはさすがにね。そういう日にぶん殴られるじゃ済まないかも。それはそうだ。つい手っ取り早く済むかと思っちまった。正直俺も手段としてちょっと考えたこともあるんだけどね。それでその客が記事の主だとしてとっちめるつもりなのか。ねえ、そんなことしませんよ。今の俺は堅あぎ、ただの料理人なんだから。料理にはずいぶんプライドを持ってるみたいだが、よくこらえてるな。そりゃそうだよ。だって俺一度火がついたらもう自分でも止めらんなくなっちゃうからね。おいおい、目が敵じゃねえぞ。ま、今は酒の力を借りるとするか。気を紛らすのってのも悪くないだね。ごめんね、しょうもない話に付き合わせちゃって。ふん、少しは気が晴れたんなら何よりだ。どうした長、また店の悪口でも書かれたか。それとは別でハンピン・リューマンの若い衆からのお知らせ、俺の耳に入れときたいことがあるってさ。お前もう組織から抜けた身だろう。そうなんだけどさ、向こうから連絡をよこしてくるんだよ。ちょっと愚痴に付き合ってもらっていい？で、若い衆からの知らせってのは。この前話したブログの記事のこと覚えてる？うちの店をネットでこき下ろしてるやつ。ああ、店でトラブった客が書いたかもってやつだよな。そう、そいつを今ハンピン・リューマンのイケイケがいろんなツテ使って探してるんだって。長さんの店をけなしてんのはどいつだって目ちばしらせて、もし見つけたらちょっと物騒なことになりそうでさ。まさかお前がけしかけてるんじゃないだろうな。そんなわけないでしょ。若い連中が元ボスへの悪口を許さねえって息巻いてるわけか。ああ、裏の世界はメンツが命だからね。キリュウさんには釈迦に説法だけど。お前は随分と人望があるんだね。ヤクザの組長なら辞めた途端誰も寄りつきゃしねえ。まあそんなもんかもね。けどキリュウさんはそうじゃないでしょ。結局人望なんてどこの世界でも人によるってことだね。それでその動いてる若いのはどれくらいの規模なんだ。大勢だね。50人まではいかないと思うけど。だいぶ多いな。けど中心メンバーは4人。俺がハンピン・リューマンの総帥だった間、自分らで四天王を名乗って俺の周りに張り付いてた奴らでさ。総帥の親衛隊ってところか。可愛い奴らでさ、ただ血の気が多いもんだからよくやりすぎてた。彼らが一番ブロガーに腹立ててるから、まずそこを止めないといけない。お前も大変だな。組織を離れてもみこしに担がれてるうちは静かに暮らせねえ。キリュウさんがそれを言うんだ。こっちの話は堂島の竜のスケールとは比べ物にならない。まあでも俺らこの悩みについては仲間だよね。こんな話他の誰にも相談のしようもないじゃん。道理でお前とは気楽に飲めるわけだ。同じ悩みを
愚痴れるんだからな。お互いに貴重な存在だね。大事に扱わないと。違いね。真面目な話す。桐生さんは何でもかんでも自分から背負い込もうとしてるように見える。自分の先が短いことにもすぐ覚悟決めちゃってさ。そうでもないさ。悩んだり迷ったりする時間は十分にあった。それでも俺はもっとあがいていいんじゃないかと思うんだよ。キリュウさん、あんたは自分が伝説の極道だからってカッコつけすぎなんじゃない？どうしたんだ急に。前から思ってたことだよ。サシで飲む仲だし、俺もしょうもない愚痴を聞いてもらうくらいには腹割った。そろそろ行ってもいいかなって。それともまだ踏み込むには早かった？いや、それなら重く受け止めておこう。貴重な飲み仲間の忠告だ。そっか、一緒に飲んだ甲斐があった。手間のかかる人だよね。今日の酒はなかなかしみるな。幼長、隣か。いいけど、桐生さんは控えめにしてよ。分かった。気遣わせちまってすまないな。本当だよ、俺こんなこと言う柄じゃないんだよ。そういえばこの間の話に新しい動きがあったんだよね。この間の話？ブロガーの話。うちの店をこき下ろしたやつね。ハンピン・リューマンの若い連中がさ、そいつの身元をついに割っちゃったんだよ。おい、それはまずいんじゃねえのか？命までは取らねえだろうが。うん、だからもちろん手を出さないように念押ししたよ。その場で連中も分かりましたとは言った。でも、なんだ。俺の親衛隊を自負してる子たちだからね。俺のメンツを俺以上に気にする奴らがこのままおとなしくしてるとは思えなくて。ならどうするんだ。だから俺はこうも言ったんだ。もしもこの先例のブロガーの身に何かあったら、その瞬間俺は自分の店を畳むって。何？無関係の事故だろうが何だろうが例外はなし。ブロガー君の安全が破られたら、俺はその時点で無条件に店を辞めてこの町も出るって。いいのか？お前にとって大事な店だったはずだろう。そりゃね、腕磨くのだって楽じゃなかったし、こんなことで店を畳むなんて馬鹿げてるし、納得はいかない。それでも他に手はないってことか。あとはブロガー君が安全に暮らすことを祈るよ。もし彼が単に事故ったりしただけでも俺は店じまいだ。これで和解衆は一応収まりそうだな。うん、ただブロガーは今でもほとんど毎日俺の店の悪口を書き続けてる。もういい加減勘弁してほしいよ。そういや、ブロガーってのは結局どういうやつだったんだ？ごく普通の一般サラリーマン。案の定店で揉めた男だった。ただ最近自分が嗅ぎ回られてることに気づいたみたいで、今はどっかに雲隠れしてる。ほう、案外鼻が利くんだな。そいつの一人暮らしの家は留守のままだし、会社も休んでるんだってさ。住んでたのはこの辺なのか？
そうだね、住所は中華街の近く。その辺の店のことなんかもブログに書いてたよ。そっちの記事はちゃんと的確な食レポしてたのにね。味の分析はなかなか年季が入ってたよ。それはまあいいとして、ネットでお前の店をこき下ろすのは早いとこやめさせた方がいい。そいつの身のためにもな。そうなんだよね、本人がどのくらい危機感持ってるかわからないけど。ブロガーに警告してやったらどうだ。直接じゃなくてもブログにコメントくらい書けるだろう。それだと逆に脅してるみたいだし、火に油じゃない？ふん、言われてみりゃそうだな。しかしネットのこととはいえ、ブロガーもハンピン・リューマン全体に喧嘩売るつもりはなかったはずだ。まさかこき下ろした店のオーナーが元総帥なんてよ。運が悪かったのは確かだね。けどもっと悪いのはあいつのマナーだったよ。人ん家を無断で撮影して一言注意されただけで逆ギレだもん。それで一方的にネット越しに喧嘩売ってきたんだから、少しは懲りてほしいよね。だがお前が店を続けるにはそいつに穏やかに過ごしてもらわなきゃならねえ。じゃあ乾杯するか。ブロガーが平穏に過ごせるように。そうだね、仕方ない。こんなに気が進まない乾杯もなかなかないね。まったくだ。いやあ、キリュウさん、いいタイミング。ちょっと時間いい？ああ、構わねえよ。いっぱい付き合うぜ。いや、そうじゃなくてね。ん？今から俺の店で集まりがあってさ、ハンピン・リューマンの若い衆たちにご馳走すんだよ。ほら、俺をこき下ろしたブロガーがいたじゃん。そいつへの怒りをこらえてくれたご褒美。おう、そりゃいいな。で、よかったら桐生さんもどうかなと思って。いいのか、仲間内で集まるのに邪魔じゃねえか。なわけないじゃない。それにそろそろ俺の料理ご賞味いただかないとね。そこまで言われちゃ断るのも野暮か。そう来なくちゃ。長さん、お招きありがとうございます。長さんの料理本当にうまいんで、めっちゃ腹すかしてきましたよ。ごちになります。恐縮です。やっぱり俺は場違いじゃねえか。そんなことないって、ちょっと店で飯食うだけなんだから。あ、おい、ちょっとあいつを見ろよ。ん？あれ、あいつは。いや、みんな見てくれ、この野郎が俺らを盗み取りしてやがった。なんだと。あ、そいつ例のブロガーじゃねえか。キレイさん、ちょっとまずいなこれ。本当に例のブロガーなのか。ああ、そうみたい。おら、お前が何しようとしてたか言えや。何のことだかわかりませんよ。これは拉致監禁でしょ。やめてくれません。なんだよ、どういうことなんだ。この野郎、また張さんの店をこき下ろす気でいたんだよ。で、そのネタを探しにわざわざこんなとこまで来たってわけだ。別にいいじゃないですか。まずい店をまずいと書いて何が悪いんです。言論の自由っていうのがあるじゃないですか。てめえ、この人数に囲まれてよく言えたな。
その度胸だけは買ってやるよ。ねえ長さん、どうしますかこいつ。やっぱり一度締めた方が良くないっすか。何言ってんの君ら。ダメだって、肩着相手に。残念ながら彼の言う通り、自分のブログに何を書こうが勝手だし。いや、騙されませんよ。ハンピン・リューマンの黒幕が。ん？知ってるんですって、こっちは全部。俺のこと偉人町で部下に探させてたでしょ。チンピラが血眼になって俺を探してるって聞いて、だからこっちもあんたを調べたんですよ。あんたがこの人たちみんなのボスでしょ。元総帥でしたっけ。自分は関わらないふりして後で手下に俺をやらせるわけですか。待って、それ誤解だって。大丈夫、誰も君を襲ったりしないよ。なあ、みんなそうだろ。せっかく集まったんだから予定通り飯を食おう。もう仕込みもバッチリできてんだな。というわけで、これから内輪のパーティーなんだ。俺らはこれで失礼するよ。本当に。うん、本当。いや、待ってください長さん。このままそいつ返したら今のことだって面白おかしくブログに書かれちまう。まず俺らを隠し撮りしたスマホも取り上げねえと。な、何言うんですか。そんなの嫌ですよ絶対。しかもこいつ、張さんが俺らのボスってことも知っててここまで来てんです。舐めてんですよ。どうせ俺らには大したことできねえって。違うって、舐められてんのは俺だけ。ほら、もうよさ。いい加減にしてください。あんたが舐められてるってことは俺らも舐められてんだよ。張さん、いくら組織から身を引いたっつっても俺らは今もあんたを見越しに担いでるんですよ。なのにそのあんたがふわふわしてっから俺らまであんなブロガーに安く見られちまう。ああ、そうだな。ハンピン・リューマンだって勝手に放り出してコミジュルと合体させちまった。偉人町の協調だの融和だので好きにしのぎもでかくできねえ。あいにくだけど俺のやり方が気に食わなきゃ偉人町を出た方がいい。前にそう言ったはずだよ。そりゃ無理ってもんです。俺らはあんたに憧れてた。そばにいるやいつかあんたみたいになれると思ってた。普段は力が抜けて軽いのに、いざって時には冷酷で頼れるカリスマでしたよ以前はね。そろそろ目覚ましてくださいよ総帥。こんなブロガーに舐められっぱなしなんて、そんなの超天優じゃないでしょうが。まずはこいつ血祭りにあげましょうや。ハンピン・リューマン復活の景気づけに。俺はこの人に何かあれば自分の店を閉めるって言った。その言葉今も有効なんだよね。だったらちょうどいいでしょ。もう料理人なんかやめて戻ってきてくださいよ。料理人なんか。そうですよ張さん。いや、俺らの総帥。俺らの総帥やってやりましょうや総帥。俺の後ろにいろ。嘘でしょ、俺殺される。わかった、わかったよ。お前らの気持ちはよくわかった。本当っすか。それじゃあまた俺らと一緒に。いや、このブロガー君には指一本触れさせない。たとえ力ずくになったとしてもね。ふん、話通りの血の気の多さだ。迷惑かけて悪いんだけど、キリュウさんはブロガー君を逃がしてやってくれない。こいつらは俺が止めるからさ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ張さんはそいつをかばうために俺らとやり合おうってんですか。ずっとあんたを信じてついてきたこの俺らと。俺は自分の店を守りたいだけだよ。これがお前らの言う料理人なんかの意地ってやつ。わかりましたよ。ならいいです。
もう腰抜けのご隠居は引っ込んでるや。手貸すぜ長。こいつらが前に言ってた四天王だろ。さすがにお前一人じゃ食いきれねえ。それはどうかな。俺は今腹ペコだからね。ぶっ殺してやるよ。後悔するなよ。上がらないな。ほら来いよ。楽しませてくれよ。笑わせてやるよ。血を止めねえと。我慢の限界だな。楽しませてやめよ。問題ねえ。傷が深い。気乗りしねえな。どうした？楽しませてくれよ。きれいさっぱり。目立っちゃおうかな。よし。弱い惨めになっちゃうよ。じゃあ嬉しいんだけどね。俺が総帥に戻ろうとすれば偉人帳は割れる。そんなことは絶対しないって約束で俺は孫妃に全てを託したんだよ。でもあんたは俺らの憧れだったんです。もしその気になってくれたら今度こそどこまでもついていきますから。そっか。じゃあ聞くけどさ。はい。何でしょう。お前らがずっと憧れてきた超天佑ってのは一度誓ったことを簡単にひっくり返すような男なの？その程度の器だと思われてたんだ。お前らの中で俺って人間は。うん。ああ、いえ、違います。だよね。ならよかった。おい。なんです？今の喧嘩ずっと見ていたろ。悪いことは言わねえ。もうこいつらには構うな。ネット越しに安全なつもりだったんだろうが、今までお前が無事でいられたのは蝶のおかげだったんだぜ。すみませんでした蝶さん。お店について書いたブログはもうすぐに削除します。この辺りにも二度と近づかないんで。今までのこと勘弁してください。いいよ別に、ブログは削除しなくても。え？でもね、これだけは聞いておきたいんだよ。この前君がうちで食べた時、本当に俺の料理はまずかったのか？それはその全然まずくなんてなかったです。ん？はっきり言わせてもらいますと、めちゃくちゃうまかった。なんだと？中華街でもあれほどの味はありません。だからブログで言葉を尽くして褒めようとしてました。どうやったらこの味をみんなに伝えられるか、それこそ頭から煙が出るほど考えてたんです。けどそんな時、急に張さんから撮影を遠慮してほしいって言われて、せっかく頭に浮かんでた表現がポーンと弾けるように消えました。それで頭にきて気がついたら店の割り箸を丼にぶちまけたんだな。
その説は本当にすみませんでした。俺どうかしてたんです。俺は張さんを褒めようとしてたのに、それなのに店の中で恥をかかされたってそう思っちゃって。可愛さ余って憎さ100倍ってやつか。なるほど。でもそういうことなら気の毒だけど、このまま返すわけにはいかないな。それはどういうことでしょう。おい蝶、お前一体何を。さあ今日はしっかり食べてってよ。例の頭に浮かんでいた料理の褒め言葉、一言一句はっきり思い出してもらわなきゃ。でもいいんですか、こんなにコストしてもらって。いやあ君、他の店の批評は正確だったからさ、誰よりも俺が君の本当の感想を聞きたいわけ。ジョーさん、俺そんなこと言われるのブログやってて初めてですよ。じゃあお言葉に甘えていただきます。ああ、お上がりよ。はっ、おお、うまい。やばい、おいしい。おい、どうなんだ蝶、これは結局うまいとやばいしか言ってねえぞ。最高の褒め言葉じゃない。ほらまだまだあるからね、よく味わって。はあ、最高っす蝶さん、マジうまいっすよ、もう止まらない。いやあ、キリュウさんにはほんと迷惑かけちゃったよね、思いがけず。ああ、おかげで飯を食い損ねたよ。あのブロガーはよほどうまかったみてえじゃねえか。出された料理全部食っちまいやがって。あれ、結局キリュウさん全然俺の料理食べてなかったんだっけ。そうだよ、驚いたことにな。ああ、まあまたいつでも機会はあるでしょ、こうやって飲み友達になってるわけだし。それもそうか。しかしなんだな、さっきの喧嘩っぷり。若い衆がお前を惜しむ気持ちはわかる、リーダーの器があるのにもったいねえってな。そうは言うけど、ガキの頃は俺最初から組織のボスになるよう育てられたわけでさ、物心つかないうちからそういうもんだって言われて親父から組織を受け継いだ。今そのポジションを離れてみたら急に新しい世界が開けてきたわけだよね。そう簡単には手放せないよ。その新しい世界が料理人の道か。そう、そのいくらでもある可能性から俺が自分で選んだっていうのが重要だったんだ。ふん、なるほど。豪快な火で鍋を振ってうまいもん食った後の客の満足した顔を見る、俺は今そんな生活が新鮮で気に入ってるんだよ。あとはこうやってさ、時々仲間と一緒に酒を飲めたらもうそれで十分。そうか。そいつは欲のねえことだな。